え今回はねこうと思いますここに並んでるのが運を良くする方法の14というやつなんですけどもいやそんなことやって運が良くなるんだったら誰も苦労しないよとかね言うかもしれませんけどもでも運の存在って誰もが意識してるでしょ信じるかどうかは別にして運が良かった悪かったって感じることって何回かあると思うんですよ。まあ、そのののの運ってていうのはは自分の努力の成果果や結果ではなくって 何かねいいことがあったり悪いことがあった時原因不明の結果について運の要素ってのをこう考えるんじゃないかなと思いますけどもどうせならその運を少しでも操れるようになった方がいいじゃないですか。もしくは運が良くなったと感じるだけで結果がねもしかして良くなるかもしれませんしモチベーションに影響するかもしれないわけですよ。運が悪いと思えばねやっぱりげんなりしちゃったりねするかもしれませんし運がいいと思えばね通勤出れたりするかもしれません。 まあその中で今回挙げてるのがこの14なんですけどもどうでしょうかねここまめに掃除をすするるとでで運が良くなるらしいです、うん、確かにね掃除をする後の気持ちの問題とかねきっちりと整理整頓された状態を見るとそれだけで物事がうまく進むような気がするんじゃないですかねこの荒れた道を行くよりもすっきりとね整備された道を行く方がまあ気持ちがいいとかねそういうことかもしれませんそして 壁紙や待ち受け画像を変える。<laughs> これ最近の人の話ですよね、これはね。まあ最近って言ってもパソコンの待ち受けが始まっても30年ぐらい経ちますからね。こういうこともあるかもしれません。で、枕の方向を変えるってのは昔から言われてることですけども、これもあるのかもしれませんね。で、不要なものを処分する。あ不要なものとともに自分に不要な不運を処分するっていうふうな験担ぎなのかもしれません。で、5番目。神社だのパワーストップ。 と訪れるまあこれも縁起担ぎですよねうんまあ神社とかに行ってね逆にね貧乏神をもらってきちゃったみたいな例もあるかもしれませんけどねはいそれから朝の7時から9時に「換気する」あ「空気を変える」ってまさにその通りだと思いますだからねなんか鬱屈してる時に、うん、着替えてみたりとかね私の場合はお風呂に入ったりとかするんですけどねそういうのもあるかもしれませんアロマを活用するあこれもなかなかあの匂いによってね人が刺激を受けるってことでしょうね で、ポジティブに笑う。これもいいでしょうね。あの、いいことがあるから笑うんじゃなくて、笑うことができるからいいことが起きるみたいな。笑う角に服来たるみたいなことがあるかもしれません。で、えー、感謝の気持ちを忘れない。これも非常に大事なことなんじゃないですか。うん。やっぱ感謝があるところに、また感謝の引き寄せがあるのかなと思いますしね。で、適度な運動をする。うん。ちょっとね、背筋を伸ばしてみるとかね。お、一、二、三、四っていうふうにやるだけでも、随分と変わるのかもしれません。早寝早起きをする。 これね、早寝早起きのね、早起きは結構いいと思うんですよ。早く起きることによって、誰よりも早く現状を認識することができる。まあ、つまりは、風に気づくことができるのかなっていうところですね。はい。で、自然に触れる。なんから昔から木に触れるとそれだけでいいという風うにも言われてましたけども、自然っていうのは何もね、木に触れることだけじゃなくて、風に当たってみるとかね、潮風をこう受けてみるとかね、そういうこともあるかもしれませんね。 あと、鳥のさえずりなんて聞くと、ちょっとなんか、いい感じに思えるかもしれません。で、新しいことに挑戦する。まさに新しい舵を切ると、それまでの不運とはまた別のね、不連続であることのスタートがあるのかもしれません。えそして好きなものに囲まれて過ごすと、当然、運気が良くなると思います。やっぱ気分が良くなると、運が良くなった気がする。まさにその気持ちの問題で、運気ってものがあるのかなと思うんですよね。皆さん、どのようにお感じになったでしょうか。今回は以上のような形でございます。